加藤澄香です。今から1分でできる猫背解消ストレッチをお伝えします。私の整体サロンにいらしているクライアントの方からよく、先生、私の猫背がもう本当にずっと気になってるんですとか、実は私もそうなんですけれども娘も猫背なんですよねというご相談をよく受けることがあるんです。でまたこう猫背ですと、例えば女性でしたら特に猫背であることでバストが下がってきてしまったり、あと肩甲骨が張ってきて素敵なお洋服をこうなかなか上手に着こなせない、こんなことになると嫌ですよね。ではなぜそもそもその猫背になってしまうのかというその原因なんですけれども、やはりあの生活習慣からなんですね。で例えば私たちはこの手のひらを内側に向けていろんな動作をすることが実は多いんです。例えばこの状態でしたらデスクワークの方、パソコン作業ですよね。前かがみで手のひらが下ですとか、だいたいこう物を取るとき、ねじるとき、こう蓋を開けるときとか、もうほとんどこの手のひらが下、この動きが多いんです。手のひらをこう上にしたままこう何かするってそんなにないんですね。なので常に手のひらが内側に向いて、その結果肩が常に内側に入り込んでいく。そうするとその影響でこの肩甲骨が引っ張られて外に開いてきてしまう。そのことが猫背になっていく主な原因なんです。例えばちょっとここで体感してみましょう。手のひらを内側に向けたまま胸をこう張ろうとしてもですね、もうそもそも肩が内側に入り込んでますから、もうなかなか胸がこう開きにくいんです。で逆に手のひらを外に返していくだけでもすでに肩が開くのがお分かりになると思うんですけれども、この状態でしっかり胸を開こうとするともう胸がこうすごく張りやすいですよね。なので常にこの胸が開いている状態を作ってあげることが大切なんです。なのでこの硬くなってしまった腕の前の筋肉と、肩が内側に入り込んで縮んでしまったこの胸の前の筋肉をしっかりと緊張から解き放ってあげること、このことが解決策なんです。では今から3つの手順でお伝えしていきます。はい、それでは手順の1つ目です。壁を使っていきます。でその前に腕の位置取りをお伝えしますね。ではまず右腕からいきましょう。まっすぐ肩の高さまで伸ばします。そして手のひらは上を向けた状態です。そしてこの状態をこの小指が壁側に向くように今から動いていきます。そして壁につける位置は肘から手の先までです。はい、それでは手順の2つ目です。先ほど手順1でお伝えしました位置取りをこの壁を使って行っていきましょう。小指側が壁にピタッと、肘から先を壁につけます。で壁に平行に立ちましょう。でこの腕の高さは無理せずに、できれば肩の高さ、おつらい方は下げても大丈夫です。ではここで、そして上体をぐーっと左に向けます。そしてこのままストレッチしたまま30秒間カウントしていきます。ここでねじるときにもっと痛いな、辛いなという方は無理せずに、気持ちがいいところまでで大丈夫です。では30カウントしていきます。じゃあいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、67
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、それでは手順の3つ目です。先ほど手順2でお伝えした動きの今度は左側ですね、左腕も同じように行っていきます。で、この時ポイントはしっかりこの胸の前の筋肉とこの緊張してしまって硬くなったこの前腕の筋肉を壁を使ってしっかりと伸ばしていきます。では左側も行っていきましょう。小指側、手のひら上でしっかりとつけます。そして胸の前と腕の前の筋肉をしっかり伸ばせるようにぐーっと上体を右側にねじっていきます。そしてまた30カウント数えます。はい、ではいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、それでは今行ったストレッチの後のこの胸の開き具合を見ていきましょう。ではしっかりと手のひらは外に返してぐーっと後ろに寄せてください。いかがでしたか？先ほどよりもしっかりと肩が開いて肩甲骨が内側に寄っていらっしゃると思います。今お伝えしましたこの動きを1回を1セットとして1日に1から3セットあなたのペースで楽しみながら続けてみてくださいね。そしてこの動画を繰り返し見ていただいて繰り返し楽しく続けていくことであなたの猫背が解消されていきます。もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。